でありがたく御礼を申し上げます、まあ、皆さんあの、出てくる芸人、出てくる芸人、言うかもしれませんが、お客さんがいるというのはありがたいことでございましてね、えー、こんなに長引くとは思っておりませんでしたので、まあ、最初は1、2ヶ月かなと思ったので、えー、毎日ジョギングをしたり、えー、2時間散歩をしたり、えー、いろいろとやっていたんですが、えー、だんだん飽きてきまして、まあ、こんなに本当に長く続くとは夢にも思っておりませんでした。まあね、薬ができれればなんてていうことを言ってますけれども まあ、薬どうなんでしょうかね、風邪だって今、風邪薬っていうのはありますけれども、あら別に風邪を完全に治すわけではありませんでね、えー、症状を緩和するというのが、まあ、風邪薬でございますから、えー、これからまあどうなるのかなと思いながら、まあ、昔からある病でも、えー、薬ができないというような、そんな病もあるようでございまして、番頭さん、すまないで、いやいやいや、忙しいところ、呼んだな他でもない。 せいろいろと医者に見せて手を尽くしたんだが「あーお帰りになる先生お帰りになる先生が体は悪いところがない」と言ってお帰りになる今も西洋医学のお若い先生でなどこが悪いんでしょうかと聞いたところやはり体には悪いところがないことによったら心の病じゃないかと言ってお帰りになった。 それはどうやったら治るんでしょうかと聞いたところ何か胸に仕えてる何か秘めたものがあるそれを誰かが聞き出すことによってスッと病は解放に向かうとまあそんな話をしてなすぐにせがれのところに行って話をまあ私にだったら話ができるんじゃないかと言ってまあ聞き出そうとしたんだがな最初はまあ何か話そうとしてくれたんだが話したところでどうになるものでもないということでなまた 口を閉ざしてしててまってな。それじゃあ治る病が治らない誰にだったら話せるんだと聞いたところしばらく考えて子どもの頃から世話になっている番頭さんお前さんにだったら話せるというようなことだすまないが心の中に何かこの秘めたもの何かこの引っかかったものがあるはずだそれを聞き出してもらいたい。 <laughs> さようでございますかそんなことはお安いご用でございましてまた若旦那が私にだったらと言っていただけるだけでありがたいことでございますすぐに聞いてまいりますはいご安心なさってくださいまし若旦那私でございますよろしゅうございますか入りますよ」。なんですねこんなふうに締め切っていたらね治る病も治らないじゃありませんか、えー、今旦那様にお話は伺いました。 お帰りになった先生も心の病じゃないかとそうおっしゃっていたそうでございましてまあ私は何か若旦那から聞いてこれは黙っていた方がいい私も胸の中に秘めておこうということであればそのままにしておきますいやそれ話は聞きましてあ,あそれだったら何とかできるということであれば旦那様にお話をしますお話をしていただきたいんでございますが。 お父さんに心配かけないようにさっきは番頭さんにだったら話せるかもしれないってそう言ったんだがね話したところで何が変わるわけじゃない番頭さんにもずっとつらい思いをさせてしまってはいけないと思い話すのはやっぱりやめます <laughs> そんなことおっしゃらないでさっきも言ったじゃありませんかねまあ話してもどうにもならないと思ったら私の中で止めておきますですから何なりとお話しを。 番頭さんもお父っつぁんのところに戻って何も話してくれなかったと言われたらまあこれ番頭さんにも申し訳ないからね話しましょう実はプリプリ 仕立て屋のおきみちゃんでございますか <laughs> そうじゃないよプリプリッとしてピッチピチで近づくといい香りがするんだまも物屋のお銀ちゃんでございますかそうじゃないよみかんが食べたいんだよはみかんが食べたいんだ みかんと言いますとあのむいて食べるあのみかんでございますかな、ですか拍子抜けをいたしましたこれだけ大家の若旦那がみかんが食べたくて患ってたんでございますか何ですかもっと早くに言ってくださいよそれでしたらね旦那様にお話をしますいいですか部屋ごともう部屋中食べられないほどみかんを買ってまいりますので好きなだけ食べてください何ですかそんなことで患って。 食べられるのかい食べられますよ何をお考えでございますかすぐに旦那様のところに行ってまいります本当だね本当に食べられ食べられますよしばらくしばらくはお休みになっていただいてすぐに買ってまいりますんで行ってまいりましたどうした話をしてくれたかいはい、若旦那実は 「いつまでも子供だと思ってたがそうか、えー、恋患いかいやそうじゃございませんいいですかプリプリっとしてピッチピッチで仕立て屋のおきみちゃんかそうじゃないんでございますみかんが食べたいんだそうでございますなんだい番頭さんみかんが食べたくてわあのむいて食べるみかん みかんが食べたくて煩ったそうなんでございますよ。私も表紙抜けをいたしました。これだけ体型の若旦那が何ですか。みかんを食べたい。それだけでもって煩って何をしてるんでございます。すぐに買ってまいります。もう食べきれないほど買ってまいりますのでどうぞご安心なさってくださいと言いましたら青みが飼っていた顔がパッと赤みがさしまして、ええ、みかん食べたらすぐに元気になりますよ。バッドさん、せがれになんて言ったんだ。 ですからみかんを買ってまいります好きなだけ食べてくださいと万東さん今一家だと思ってなさい土曜牛の日ですよギりと照りつける毎日この暑い夏にどこにみかんがありますふっかりさしましたうっかりいたしましたうっかりじゃありませんよね、みかんが食べられる今は喜んでるそこにやっぱりみかんはありませんでしたなんて言ってごらん持ち上げといて落とすようなもんだ 番頭さん主殺しですよ主殺しだ主殺しは市中引き回しの上貼り付けさらし首どうしましょうどうしましょうっっておい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 とんでもないことを言っちまったなええー、あこんなところでもって二人でわわわわ言ってるところでみかんが手に入るわけじゃない番頭さんどうせ貼り付けになるんだったら江戸は広い一回りして みかんを探してきてくれないだろうかはい私も何とか若旦那に元気になってもらおうとその思いだけでついつい口が滑ってしまいました江戸は広いはいすぐに行ってまいります申し訳ございません旦那様何とか探してまいりますんで表に出るじりっと照りつけるこんな暑い時にみかんなんざございませんごめんくださいまし ましごめんくださいまし,ごめんくださいましはいいらっしゃいまし何かご入用でいただきたいものがございますはい何でもあればお売りいたしますよ <laughs> 何いただきたいんでございますけど何です <laughs> ないですよねはっきり言っていただかないとねみかんないですよねありませんねえ。 あら冬のものですから今暑い夏でございますからこのような季節にみかんはどこを探してもありませんそうでございますよねありがとうございましたごめんくださいまし、はいいらっしゃいまし何か上が実なんでございます下がんなんでございます間に一文字入るものが欲しいんでございますああありますよありますかありますよみりんでしょあみりんじゃないんでいすあ いや,おやさんんででもなかったんでございいまますね失礼たたしましたごめんくださいましはいいらっしゃいまし何かないのは分かってるんでございます私ももういい年でございますえ世の中のことも分かってるつもりでございます季節も暑い夏でございます分かっております分かっておりますこれからおかしなことを言いますけれども別におかしくなったわけではございませんみかんないですよねみかんはむ、い、いて食べるみかんないですよねないですね うちは荒物屋ですからな <laughs> そうですかどうしようどうしようこの暑い夏にみかんを探して歩いてます。ああもう汗びっしょりでどうなさいました実はこれこれこういうわけでございましてああそうですかそういうことがありますかええー、いや夏にみかんというのは 「まあこらあ無理と私が口で言うのはかわいそうな話ですがそうですよね。貼 <laughs> り付け晒し首ってご覧になったことありますか貼り付け晒し首を私が「ああ。 子の親には見ちゃあいけないと止められるけれどもねええー、子どもなんてえな、やめなさいと言われると見たくなるもんだああ、大人の隙間から覗いたところ痩せさらばえた馬の上に罪人ですよ残ラ紙でもって後ろ手に縛られてねもうあばらが透けて見えるようだ。 四方八方から石が飛んでくるそれが眉間に当たってたらーっと血が流れる町外れまで行って河原のところにはやらいがしてあってねそこに張り付け台が横たわっておりますよそこに縛られてはい二人役人が長い槍を持っておりましてねこの槍も カカピカの槍じゃないいんだ錆びた槍でございます最後の最後まで苦しめようということなんでしょうなすっと両側の槍が食ったかと思うとあばらの三枚目がけてザッてッあ困りますよえその店っ先でもって倒れられちゃねええー、そうですかはいはいはいあああ主殺しで貼り付けさらし首ですかうーん。 「俺も随分と以前に聞いた話ですから今あるかどうか分かりませんがね神田の多町に満草というこれはみかんどん屋がございます。ええ今まだあるかどうかは分かりませんが以前はございましたことによったらそのみかんどん屋にみかん一つぐらいあるかもしれませんよ。ありがとうございます。ありがとうございます。行ってみます。 行ってもしなかったら貼り付け見にいらしてくださいねごめんくださいわしごめんくださいわし いいいいいららっっしししゃゃまますでしょうかはい、いらっしゃいまし何かご入り用でみかんというのれんを見て入ってまいりましたはいみかん問屋満喪でございますがみかんがいただきたいんでございますああさようでございますかみかんご入り用でございますかお客様でございますかはいはいはいそうですかみかんがはいああちょっとお待ちを。佐 さきの鍵を持ってきなさいよ。大きな輪のところにたくさんの鍵がついてるちゃ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 。お客様もしよかったら一緒に蔵の方へいかがでございますかはいまずは一の蔵から開けさせていただきますガチャンガチャ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 ンいいー表とはまっ 口がう冷たい風がす足元をさらってまいりますさあさあさあおいみんなで手分けをしてなどんどん上から箱を下ろしてああいいよ天才なんざどうだっていいんだからなああ木の箱をどんどんぶっ壊ししまいなさい中を見るんだ中をええ食べられそうなみかんがあったら言いなさいよそっちはどうだダメかそっちはどうだそっちもダメかダメかああ一つ一つぐらいないああ ひどいね、いやお客様まだあと2つ蔵がございます二の蔵を開けるだめか三の蔵までだめかお客様見ていただいたとおりでございます食べられそうなみかんは一つもございませんでしたなぜまた この暑い夏にみかんを、「はい実は私の奉公しているお棚の若旦那がみかんが食べたくて患ってしまいまして『ああそうですかはいはいうんああそうですかああそらみかんと聞いたらそんなことを言ってしまうかもしれませんなああ <laughs> そら 主思いのあなただから言った言葉だそうですかそこまでみかんを愛してくださってちょっとお待ちくださいもう一度だけ調べましょう他の箱とな様子が違う箱があったらこっちへ持ってきなさいよ他のそうそう見た目がちょっと様子が違うなと思ったらこっちへ持ってきなさいどうだどんどん上のああその腐ったみかんを取っちまってええ ああどどんどんあーダメかそこまで腐ってるかおいその箱をこっちへ持ってきなさい <laughs> 上のものはみんな取っちまってああどんどんと取りなさいいやひどいなほら <laughs> あそれも取りなさいああそ,そ,それもみんなもうああダメだ <laughs> いやーつかめないぐらいにぐちゃぐちゃだな それ取りなさいもう一つ取りあなたの念 通じました一つだけございましたありがとうございますありがとうございますお降りくださいましすぐに持って行って食べさせてあげてくださいそれほどまでにみかんを愛してくださる人がいるのであればすぐに持って行って食べさせてあげてくださいおいくらでございましょういやお金はいりませんよお金はいらない うちはみかん問屋ののれんを掲げております。それほどまでにみかんが好きな人、みかんを愛する人の口の中に入るのがみかんも本望だ。お金はいりません。すぐに持って行って食べさせてあげなさい。いや、それはいけません。どうぞ目をつけてくださいまし。いいんですよ。いいんだ。私がそう言ってるんだから。いいんです。早く持ってきなさい。だめでございます。そんなことしたら私が叱られます。私も 飽きでございます飽きないの厳しさただよりた申し訳ございません余計なことを申し上げましたただより高いものはないですか <laughs> 私はみかんを飽きなってこうやって生計を立てておりますそのみかん それほどまでに愛してくださる人がいるこれは商売妙理だだからお金はいらないと言ったまでですあなたが来なければこのみかんだって誰の口にも入らずにそのまま腐ってしまっただからお金はいらないと言ったんですよ商いの難しさ ただより高いものはないとまで言われたらこっちも商人だ。わかりましたその方が持っていきやすいのであれば目をつけましょうみかん一つ千両いただきます足元何をバカなことをおっしゃいます私は花ただでいいやすぐに持っていきなさいと言ったまでですよ。 あなたが根をつけてくれと言ったから根をつけたまでだ。みかん一つ千両、安いと思いますがな。安い。ええ。うちは先ほど見ていただいた通り三つの蔵、二百箱ずつのみかんを囲ってございます。毎年毎年二百箱ずつ、三つの蔵にみかんを囲ってございます それはみかん問屋の,のれんに傷をつけたたくないためですあなた様のように暑い夏にみかんが食べたいみかんをお探しの方は10年に1人いや20年に1人というその時にみかんがないとすぐにお引き取りをいただいたらみかん問屋ののれんに傷がつきます。 ダメになるのを承知の上で暑い夏にみかんを囲ってございます。今年がちょうど15年目でございました。15年毎年ダメにしたみかんの根をここにのせて千両といたしました。安いと思いますがな。 りました私一人では決めかれますので一旦戻りまして旦那様とお話をして戻ってまいりますそれまではどうかお取り置きを「はいはい誰にも売りませんよ待ってますよ」行ってまいりましたどうしたいすまなかったなさっきは私も気が動転してなお前に「主殺し」なんてひどいことを言ってしまったがお前もせがれを思って言ってくれたことだと思ってな。 あとを追いかけようと思ったんだが、すまなかったな、番頭さん。ありました。えみかん一つだけありました。一つだけあったはい。ございました。食べられるみかんがございました。買ってきてくれたのか。私が余計なことを言いましたがために、みかん一つ、大変な値がついてしまいまして、いくらだい千両でございます。 みかん一つ千両。安いね。安いですか。ああ。人の命は金で買えないせがれの命千両で助かるのであれば。安いもんだ。ああ、すぐに行って買ってきておくれ。おい、小僧さん。ああ、第八に千両箱を積んでな。旦那様。買ってまいりました。おお、そうかい。 番頭さんありがとうありがとうすぐにせがれに食べさせてあげてください、はい、若旦那よろしゅうございますか一つだけでございましたけどもみかんございましたあったはい旦那様が千両出してくださってみかん買ってまいりました 途中走り回って探してくれありがとうお手に取って。 これ食べたら元気になりますからね。 帰るよ番頭さん200両と300両をまとめて400両500両600両700両、はあ、番頭さんあと2袋あります私はもうこれで十分に元気になりますあとの2袋ね 一つは千両,千両を出してみかんを買ってくださったお父さつんもう一つはずっと心配してくれていたお母さんあとの一つは暑い中江戸中駆け回って探してくれた番頭さん「お前さん食べてください」<laughs>「いいんですよ若旦那方食べる」「お優しいですね子供の頃と全く変わりがねえや」 私たち奉公人にバカ旦那のおかずを一つずつ乗せてくれてね変わりがありませんねわかりましたいや、旦那様とおかみさんと私も頂戴しますすぐ元気になりますからね番頭廊下に出る パニ育ちになって、いい若旦那だここにお世話になって奉公して来春にはのれん分けをしてもらってもらえる金が30両多く見積もっても50両世の中なんてえなおかしなもの。 今、私の手の中にはみかん、み袋、ろ、三百両、のれんわけでもらえる金が五十両、今、手の中には三百両、五十両、三百両、番頭、みかん、み袋持って夜逃げとなりました。千両